嵐、大野智、白紙の活動再開がさらに遠のく。止まらない6年交際新ママの動画&画像流出。嵐が活動休止してから約7ヶ月が経過した。櫻井翔、39、相葉雅紀、38、二宮和也、38、松本潤、37、はそれぞれソロ活動を続けており、NHK 東京2020オリンピック、パラリンピック放送スペシャルナビゲーターを務めている櫻井と相葉は連日にわたってオリンピックの熱狂を伝えている。一方、リーダーの大野智、40、は一切の芸能活動を休止している。だが、つい先日も大野をめぐって、ファンを不安にさせるような騒動が巻き起こってしまった。7月24日、YouTuber でライブ配信アプリなどでも活動している配信者、D が YouTube で画像動画展覧会という性配信を行い、大野のプライベート画像や動画を流出させたのだ。D はヤニーズのの、錦の画像動画展覧会あります。流出来たやつのただの展覧会です。アーカイブ残さないかもしれないのでよろしくお願いしますと Twitter で告知し、性配信を実施。D は貶めたいとかそういった意図は全くないですね。ただ、送られてきたものをほほうという感じでみんなで見て。まあ、なんだろう美術館みたいな感じですかねと配信の意図を説明し、大野に関する画像を公開した。また、送ってくれた人からしたら、出してほしいみたいな感じだったと画像や動画の提供者がいることも明かしている。公開された画像には目に加工が施されていたものの、大野が6年にわたって交際していたと報じられたシングルマザーの A さんと思われる女性の肩に手を回し、女性が大野の腰に手を回して海を見つめるというものだった。師匠、大野智の海釣り動画も。昨年11月の週刊文春、文藝春秋、が大野と A さんの過去の交際をスクープしましたが、この画像はその記事に掲載されたものの別カットと思われるものです。他にも大野と A さんと思われる女性、友人であろう男性などと共にパーティーで盛り上がっているような画像、自宅のような場所で女性と愛犬と仲良さげに寄り添う画像などが公開されました。これらの画像は今まで週刊誌やネットにも出てこなかったものです。出どころは明らかになっていませんが、これらを持っているのは A さんしかいないですよね。6年にもわたって親密交際していたわけですから、彼女が送ってくれた人だとは考えたくはないですが、ただ、A さんはさらに際どい画像や動画を持っている可能性もあるでしょうね。女性指揮者。今回、大野の画像を公開した D は、以前にも自身の Twitter に、大野が船上で A さんと思われる女性に釣りをレクチャーする動画を投稿していた。7月7日にアップされた動画は以下のような内容だった。会場に停泊した釣り船の上で、A さんと思われる女性がすいません、師匠。さっきのお魚ってなんていう魚ですかと問いかけると、大野が映し出され稲田だよ、稲田っていう魚と得意げな顔で説明。女性からどうやったら稲田釣れるんですか。と問われると、大野は眩しそうな表情で気持ちだよね、何も考えないこととコメントする。D は大野に何か恨みがあるわけではなく、自分自身はただの媒体として画像を公開している、と説明しています。それを信じるなら、大野の極めてプライベートな画像や動画を持っている人物が送ってきているから公開している、ということになりますよね。涙の配信&錦戸亮との密着動画も流出。大野に関連する動画や画像は、今年に入って定期的に流出している。3月初旬、A さんだと思われる女性がライブ配信で大野について言及したという話が飛び交い、嵐ファンを騒然とさせた。ある女性タレントが、ライブ配信で大野と A さんとの関係を匂わせる発言をし、A さんだと思われる女性は YouTuber の王とコラボした動画で女性タレントに涙ながらに抗議を言った。しかし、A さんが配信で大野について語ったことが報じられ、騒動はさらに大きくなってしまった。翌4月には A さんの配信を手伝った YouTuber の王が、A さんと関ジャニ無限の錦戸亮、36、が体を密着させてカラオケを楽しんでいる動画を Twitter に投稿し、再びファンに衝撃が走った。
王は4月16日、A さんではなく、大野と A さんのことを暴露しようとした女性タレントの意見の方が正しかったと今になって思うとツイート。また、A さんが閲覧数が欲しいから男、大野、を売ったと思われても仕方がないといった趣旨の発言もしていた。そして7月7日に釣り動画が流出し、同月24日には新たな画像が公開されてしまったわけです。大野さんの過去のプライベートが立て続けに流出していますが、もしかすると、さらにファンがショックを受けるような2人の親密ショットなどが出てくる可能性も否定はできないでしょうね。ここまで5月アメ式に流出が続くのなら、大野さんは芸能界に疲弊し、嵐の活動休止をメンバーに提案したと報じられています。そして、活動休止から7ヶ月経った今も、大野さんの芸能界復帰はかなり望みすすきだと言われていますね。ワイドショー関係者。望まない過去のプライベート流出でより芸能界から離れる。一部では、デビュー25周年となる2024年に嵐が再集結する、という報道もある。しかし、大野さんはコロナ災いが落ち着くとされる来年にも、沖縄県南部の離島に購入していた1200坪の土地の開発をいよいよ再開させる、と聞こえてきています。また、4月20日発売の女政治見、公文社、に、新恋人との京都旅行を報じられたことも記憶に新しいですよね。すでに、大野さんの興味は芸能界を離れ、離島でのリゾート経営、新恋人との将来に向けられている可能性は高い。さらに、今年に入ってからは芸能活動をしていないにもかかわらず、過去の画像や動画を公開され、大野さんの中で、やっぱり芸能界って嫌な場所だなという思いが出てきてもおかしくないでしょうね。前室のワイドショー関係者。本人に復帰の意思が薄い中さらに、望まない過去のプライベート流出で、ただでさえ高くない大野の芸能界復帰の可能性はゼロになってしまうかもしれない。ただ、7月30日、松本さんがブログエンジョイを更新して約半年振りに、メンバーに会ったりもしました。大野さんにも会いましたよと綴り、ファンを歓喜させました。大野さんの芸能活動再開は相当難しそうですが、嵐5人の絆は健在のようですね。前どう。復帰はなくとも大野の元気な姿を見たいというファンは多いが、今後も、彼の過去のプライベート流出騒動は続いていくのだろうか。